それでは製品の線に行きますね。まず45度ぐらいで短めに払いますね。そしたら、反って伏せてを2倍ぐらい。たら、同じ幅で、ここはあまり開けません。狭くて同じ幅で来て、中心を狙って軽く止めますね。そしたらこの線はこの縦の半分ぐらいの長さで、この2画目のちょっと下から半分ぐらいの長さ。この線は、この線の少し下から下の位置はもうだいたい同じぐらいで抜いていきますね。そしたら中心に短い縦を書いたら、この伏せる位置はこの2倍で書いた伏せるのの2倍よりちょっと長めぐらいですね。中心のちょっと左横から、これは45度ぐらいでいいかな。半分より上のところからまっすぐですくい上げます。中心のちょっと右、横ですね。そこから短めに払ったら、少しここを開けて、これは45度ぐらいで払ってくればいいかな。